チェンジアップ、チェンジアップ、チェンジアップは、野球、ソフトボールにおける球種、変化球の一つである。ただしメジャーリーグなど海外においては、特定の球種というよりも、直球と同じ腕の振りから投じられる球速の遅い、ボール全般を刺すことも多い。チェンジアップはボールをわしづかみにするなどあえてボールに、 力が伝わらないように握りを工夫することによって、速球と同じ腕の振りから投じられる遅いボールである。主に打者のタイミングをずらすために投じられる。アメリカでは最初に覚えるべき球とも言われる。握り方に統一性はなく、様々な握りや投法の違いにより変化、回転、球速も変わる。速球と同じく、フォーシームとツーシームの握りがあり、フォーシームは、 比較的曲がりが小さく請球しやすい。ツーシームは利き手方向に曲がる軌道を描くが請球が難しいというのが一般的だが、フォーシームでも曲がりの大きいチェンジアップを投げる投手もいる。また、握りによっては固有の名称が付けられているものもある。種類を参照。フォークボール等に比べ中や肩に負担が軽いと言われる。ため、投手の肩は消耗品との考えが、 支配的なアメリカ州国では非常に多様されている。期限は1800年代後半にプレイしたティム・キーフだと言われている。当時は下手投げのみのルールから上手投げが可能となる移行期で速球やカーブと違いタイミングを外す球種という意味でスーボール、A、スローボールとも呼ばれたイーファスピッチとは別の意味。速球より回転が少なく 急速も遅いため減速しつつ沈む軌道になり回転の向きがバックスピンから傾いて横回転が加わっていれば右か左に曲がりながら沈む変化よりも打者に速球と誤認させることが重視され速球との速度差が大きいと打者からはボールが失速しているように感じられる場合もあるアメリカでは急速に緩急をつけることをチェンジオブペースと呼んでいたが 直球と同じ腕の振りから投じられる球速の遅い、ボールのことを全般にチェンジアップというようになり、また、緩急をつけるのは当然となったのでチェンジオブペースが球種のように使われることはない。高津慎吾のシカゴホワイトソックス在籍時は投げる変化球すべてが MLB の標準球速より数遅いため、アメリカの解説者は高津のシンカーやカーブをすべてチェンジアップと実況していた。 斎藤隆は、週刊ベースボール史上で、メジャーでは自分なりに考えた、分類不可能な変化球も、すべて大雑に、チェンジアップと呼んでいるみたいですと述べている。チェンジアップは主に握りの違いによって分類される。スプリットチェンジ、A、スプリットチェンジ、スプリットフィンガーチェーンジアップは、フォークボールのように人差し指と中指の間にボールを、 挟んで投げるチェンジアップで、打者の手元で鋭く沈む。ギャレット・オルソンによると、スプリットチェンジの利点は通常フォークボールなら折りたたむ。はずの薬指をボールに添えることで様々な変化をさせることができるとい。ティム・リンスカムが代表的な使い手で、近年使い手が増え、ロイ・ハラデーやエドワード・ムヒカ、アレックス・カップラが投げている。バルカンチェンジ、A、バルカンチェンジ。 バルカンチェインジアップは、中指と薬指でボールを挟んで縦に速く落ちる、チェンジアップで、スプリットフィンガードファストボールに近い変化をする。タイミングを外すよりも空振りを取ることを目的とするが、急速を重視すると体への負担が大きい。サークルチェンジの握りから、中指と薬指でボールを挟み込んで投げ、ボールの縫い目に指をかけるかどうかで、シュート回転などの横変化をつけることが可能。 バルカンの名称は、アメリカの SF テレビドラマ、スタートレックシリーズに登場する、バルカン人が行う、人差し指と中指、薬指と小指をそれぞれくっつけ、中指と薬指の間と親指を開いて、相手に手のひらを見せる、バルカン式挨拶に似た握りであることが由来である。エリック・ガニエが、代表的な使い手で、ジャレット、バートンや、ギデルモモタラも投げてる。日本球界では、 大隣ケンジや大竹広し、セスグライシンガーが投げている。また、塩崎哲也は、バルカンチェンジの握りでシンカーを投げていた。パームボールチェンジ、A、パームボールチェンジは、親指と人差し指、小指で深く握るスリーフィンガーと呼ばれる、パームボールのような握りで投げるチェンジアップ。トレーバー・ホフマンが代表的な使い手で、ドニー・エリオットから教わった。ホフマンによると、 本来のパームボールと違って速球に近いバックスピンがかかるという。ホフマンのチェンジアップは彼の時速 140km 前後の速球より時速 16km 前後遅い時速 124km ほどの急速で投手と打者の中間地点から急に数インチ沈む変化をした。キースフォークやフェルナンド・ロドニーらが投げている。特にロドニーは薬指を使って 変化を調節して投げることもある。速球と急速差が少ない速いチェンジアップは高速チェンジアップと呼ばれ、ダルビッシュ有が2010年から投げ始め、日本で注目を集めた。NPB ではゴンザレス・ヘルメン、MLB ではフェリックス・ヘルナンデスやスティーブン・ストラスバーグ、ザック、クレイン・キーのチェンジアップの急速が速く、急速90メートル PH。 時速1 4 5キロメートル以上を記録することもある。カーブに似た握り方から投げるチェンジアップを、リトルリーグチェンジアップ、指先でなく指の腹の部分でボールを持つようにして、投げたてに落ちるチェンジアップを、ストレートチェンジと呼ぶことある。ヨハン・サンタナのチェンジアップは、速球との急速差が大きく、打者にはタイミングが合わせがたいことをパラシュートが開いて、ブレーキがかかるように例えて、 パラシュートチェンジ、A、パラシュートチェンジと呼ばれる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。